天人召喚説とは、儒教で主張される教義の位置で、天と人とに密接な関係があり、相互に影響を与え合っているという思想。天人喚応説とも言う。当中女全寛の儒学者、当中女は、春秋しげろで、神羅万象と人の営みには密接な関係があると、時、それを一年の月数は、人体の十二節に、五行は五蔵に。 昼夜は覚醒と睡眠に対応すると論じた。天文で人の運命を読むのもすなわち天人が相関関係にあるがゆえであり、帰するところ人体は全宇宙の縮図にして小宇宙であると説いた。天使が行う政治も天と不可分のものであり、完成や昇罰も天に則っ,って行うべきであるという。天使の諸行は自然現象にかたどられ悪性を行えば、 大火や水害、地震、水星の飛来などをもたらし、前世を行えば、随重の出現など様々な吉兆として現れるという。こういった主張は、君主の暴政を抑止するために、一定の効果があったと考えられる。天変地異や、薬病流行などの災害を防ぐため、君主は前世を敷くことが模範として求められ、特別に行うそれらの施策は、特性と言われた。 現行に見舞われた鎌倉時代を中心に、中世の日本で行われた特製の診療工業も、自社の復興や祭礼、祈祷の干渉など、本来は、このような意味を持っていたが、次第に、潮位関係による債務の帳消し、土地所有権の回復などを意味するようになった。中国の過去の王朝の歴代皇帝は、地震や干ばつが長引いた場合など、災害が起きた時には、 必ず、罪己賞を発し、自らを、才のない、徳のない人間であると称し、聖殿を避け、職を減らし、己を罪とし、助言を求め、罪を犯した者を許し、隠すことのない直言を求める御事の利を下し、過ちを補った。天人召喚説はやがて俗伸と化し、戦国の息を出なくなる。五感では、王三により、天文は、 純然たる気の運行に過ぎずとして批判された、当中女、春秋茂ゲロウィキソース、ありがとうございます。